M66 は、獅子座にある、某渦巻き銀河である。獅子座の3つ5銀河。右下が M、M66。M65 や NGC3628 と、非常に接近して見え、獅子座の3つ5銀河とも呼ばれている。3つの銀河はいずれも獅子座銀河群に属している。M66 は、一般的な渦巻き銀河と異なり歪な形を、している。2本の腕は、 非対称な形に変形し、銀河の核も銀河全体の中心から外れた位置にある。これは他の2つの3つこのメンバーから重力による影響を受けたものだと考えられている。双眼鏡でギリギリ存在だけを確認することができる。口径10センチメートルの望遠鏡では、歪な楕円型に見える。3つの銀河を確認することができるが、空の条件が悪くなると、 NGC 3628は見えなくなる。合計 20cm の望遠鏡では3つの銀河は誰にでもはっきりと確認することができる。合計 30cm では銀河の腕の構造がはっきりと確認することができ、見事な眺めになる。1780年3月1日に M65 と同時にシャルルメシエによって発見された。メシエは大変かすかで、 M65 に極めて近い。二つとも同じ視野に見える。1773年11月1日から2日にかけてこの間を通った水星の光のためにこれらを見逃したに違いないとしている。ウィリアム・ヘンリー・スミスは明るい核のある星雲で北西から南東方向に伸びている。M65 に先行するとした。ロベールははっきりした正常の核を持つ過剰。 局の方は変動があり、そこで星のような12個の星雲状の凝縮した箇所があるとした。クラークは入り組んだ包みが並び、その一部はちょうど近日点に近い丸い水星の頭から飛び出した放射線状のベールにやや似た角で取り囲まれているとした。M66 では s n 百9 7 3 r s n 九9 8 9バイト、 SN1997bit S, SN2009HD SN の4つの超新星が観測されている。ありがとうございます。